サミュエル・バージェスは、イングランドの元プロラグビーリーグ選手、ラグビーユニオン選手である。2000年代と2010年代にルースフォワード、プロップ、あるいはセカンドローのポジションでプレーした。ラグビーリーグのイギリス代表と、イングランド代表、ラグビーユニオンのイングランド代表でプレーした。プロレベルでは、イングランドのスーパーリーグのブラッドフォードブルズ、 オーストラリアの NRL のサウスシドニーラビトーズでプレーした。ラビトーズは2014年にクラブ創設43年目で初めてのタイトルを獲得し、バージェスはグランドファイナルのマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。2014年末、バージェスはユニオンにコードを転向し、バースへ移籍した。2015年8月にイングランド代表に招集され、デュアルコードインターナショナルとなった。 イングランド代表として、ラグビーワールドカップ2015に出場した後、2016、NRL シーズンから、ラグビーリーグに復帰した。2019年10月30日、バージェスは、肩の怪我が原因で引退を発表した。スラミングサムの愛称でも知られる。バージェスは1988年12月14日に、ウェストヨークシャー、カークリーズ、リバーアッツエッジで生まれた。父 マーク・バージェスは、ノッティンガムシティ、ロッチデール・ホーネッツ、デューズベリー、ハンスレットでプレーしたラグビーリーグ選手であったが、筋粛性即作効果症により死亡した。母のジュリーは教員であり、ゴーシュウルビューヒルのスコッツカレッジにて勤務。兄のルーク、弟の双子トムと、ジョージもプロラグビーリーグ選手である、ヘックモンドワイクグラマースクールで、中等教育を受けた。 ありがとうございます。